何年か審査員をやらせていただいて、とても面白い作品が集まってきていたのですけど、どんどんちょっと社会的に意義のあるものとか、そういうものが、そういうものが出てくると、とてもそれは面白いし、国民にとっても意義があると思って、そういうものを選んできていたんですけど、ここでちょっと一度、立ち止まって、もう一度国用の、原点というか、そういうものに戻って、プロダクトという形のあるものを、ちゃんとデザインをする、そういうものを応募してもらいたいなっていう、そういう話になりまして、今回のテーマが決まりました。国用の方たちと一緒にその商品を世の中に出していけるっていうところが、他のアワードとはちょっと違うことだと思います。そういうものが世の中に出ていくということは、とても楽しいことだし、多くの人に見てもらえることなので、ぜひ、応募していただけたらと思います。多くの人たちがこのコロナ禍の状況の中で、生活が変わったり、考え方が変わったんじゃないかと思います。皆さんが本当に今欲しいと思うものや、必要だなと思うものを、ちゃんとデザインという形に落とし込んで応募していただけたらと思います。